ここからは地域の気になる話題や今伝えたい情報を深く掘り下げていく深掘りトークのコーナーです。いつ起こるかわからない自然災害に対して日頃の備えを改め防災意識を高める機会として関東大震災が発生した明日9月1日を防災の日、またこの日を含む8月30日から9月5日までの1週間は防災週間と定められています。地震や台風、そして先日東北や北陸で甚大な被害をもたらしました豪雨など災害が発生した時には自助、共助、公助を組み合わせた取り組みとともに今住んでいる地域にあった防災を知り普段から訓練を行うことが大切となっています。皆さんはお住まいの地域で必要な防災対策できていますでしょうか。今日は一緒に確認していきましょう。そこで今回は中野区の方をゲストに中野区での防災について深く掘り下げていきます。お話を伺うのはこのお二人、自己紹介お願いします。はい、中野区防災危機管理課の星です。中野区公庁広報課の佐藤です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速伺っていきたいんですけれども、中野区というと東京都の中でも比較的こう都心に位置する町だと思うんですが、懸念される災害の特徴は星さんあるんでしょうか。はい、地震による被害はもちろん、過去には平成17年の集中豪雨など水害による被害が大きかったです。最近では前線や低気圧に伴う水害被害が全国で発生しています。中野区でも4つの河川があり、洪水や内水氾濫などが想定される地域があります。台風や地震はもちろんなんですが、中野区で特に水害にご注意が必要ということが伝わってきました。ちなみに中野区ではどのような災害の備えを佐藤さん行っているんでしょうか。はい、中野区ではいつ災害が発生しても素早く動けるように防災センターで24時間の体制をとっております。また風水害に備え大雨注意報などでも職員を増員して情報の収集監視に当たるという体制をとっております。風水害が発生または発生の恐れがあるとき、区長を本部長とした災害対策本部を設置して情報の収集や発信、避難所の開設などができるような体制を整えております。はい、24時間しっかりとこう体制を取っていると聞くとすごく安心しました。中野区ではね、こうやって日頃から備えているということが伝わってきたんですけれども、一方中野区民の皆さんは日頃災害に対してどのような備えをしているのか事前にお話を伺いましたので、こちらをご覧ください。やっぱり水を買ったりとかね、食料、非常食を1週間分ぐらい。過去に私石神井のそばに住んでおりましたので、土のうなど中野区から支給されているので、そういうものを家の前に置いたりしたことがありました。近くにね、保育園があるんですけど、そこに区のスピーカーが流れているので結構そのスピーカーで助かってますね。しっかりとこう準備されている方もいらっしゃったんですけれども、こうそこまで高い意識とは言い切れないのかなという印象を受けました。改めて区民の皆さんに水害への備えを星さん教えてください。ご自身の自宅の危険性について把握することが大切です。高台にあるのか、水が来ると予想されている場所にあるのかです。避難しなければいけない場所では避難をするタイミングや避難先を決めておくことが大切です。また停電や外に出れないときに備えて食料や水、懐中電灯などの備蓄もしておきましょう。ハザードマップにはこのような内容を記載されていますので、ぜひご覧ください。はい、ちょっとハザードマップ見てみましょうかね。こちらですね。はい、結構大きいんですね。はい、こちらハザードマップどこに置いてるんでしょうか。中野区役所8階や1階でお配りしております。はい、ホームページにも、ね、掲載されていますよね。はい、ぜひご確認ください。さあ、災害の備えもちろんなんですが、災害発生時は情報収集、正確な情報収集というのもとても大切になると思います。中野区の災害情報をいち早くするには知るには佐藤さん、どうすればいいでしょうか。はい、情報の収集の方法にはですね、テレビやラジオの他にもですね、区ホームページですとか Twitter、LINE などの SNS、 また登録制の防災情報メールマガジンなどがございます。1秒でも早く情報を得ることが身を守ることにつながりますので、事前に公式 SNS のフォローや防災情報メールマガジンのご登録をお願いいたします。
こちらが中野区の方の LINE の、公式アカウントになっておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、今ね、この瞬間に皆さんね、登録するのもいいかもしれません。はい、さあ、はい、どうぞ。またですね、ホームページから河川カメラでですね、河川の水位を、見ることができます。そういったことによって川に近づかずに、ご自分の地域の近くのですね、川の状況を確認できますので、ご活用ください。増水している川は大変危険なので、絶対に近づかないようにしてください。どうしてもね、こう気になって見に行って、ちょっとね、こう巻き込まれてしまったという悲しいニュース目にしますよね。こういったね、便利なものをぜひ皆さんご活用ください。さて、明日9月1日は防災の日です。これを機会に多くの皆さんに防災への意識も高めてもらいたいんですが、中野区で予定されている防災訓練や防災に関するお知らせを星さん、お願いします。はい、中野区では月に1回程度、防災意識の向上と防災訓練の参加促進を目的として、中野区内のさまざまな場所で防災体験デーというイベントを実施しております。9月4日には外国人のための防災訓練を14時から16時まで区役所正面玄関前にて実施します。また9日には救急の日ということで、10時から12時まで中野消防署と合同で区役所正面玄関前にて防災体験デーを実施します。応急救護について学んだり、新車で地震体験ができます。どちらも雨天時は中止となりますが、どなたでもご参加ください。はい、いろんなことを予定しているということです。他にも佐藤さん、教えてください。はい、11月には総合防災訓練という中野区で最大規模の防災訓練を予定しております。ぜひご参加ください。これ、あまり普段ね、参加できない方もいると思うんですが、そういった方はどうやって情報を知ればいいっていうのありますか？はい、中野区の方ではですね、幅広い防災知識を得ていただくために動画による情報発信をしております。避難所の資機材の活用方法ですとかを、動画で作成公開しております。中野区公式の防災 YouTube、 こちらの方をご覧いただければと思います。はい、こちら YouTube での検索は何て入れたらいいですかね？中野区防災って入れたらいいですかね？はい、中野区防災で出ます。はい、ぜひ検索してみてください。さあね、台風の情報冒頭にもお伝えしましたが、今以上に災害の注意が必要な季節になってきます。防災週間に関わらず、中野区の防災に関する情報をチェックして、日頃から皆さんしっかりと備えてください。星さん、佐藤さん、今日はお忙しい中どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、ここまで深掘りトークのコーナーでした。一旦お知らせです。